次に和田義明君、はい、委員長、自由民主党の和田義明でございます。本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。冒頭でございますけれども、<coughs> まずはロシアのウクライナ侵略についてでございます。日々ニュースで流れている映像を見て、まあ、あの肉親を失って泣き崩れるウクライナ国民の皆様方の様子を見てですね、本当に胸が張り裂ける思いでございます。 ましてやもし、このようなことが日本で起こったら、どういうふうに考えますと、いてもたってもいられない、そのように感じる次第でございます。ロシアのウクライナに対する侵略を最大級で非難いたします。そして特に民間人に対する攻撃、これは決して許されるものではありません。ウクライナの国民の皆様方にも心からお見舞いを申し上げたいと思います。G7 を中心とした国際社会が、力による現状変更を絶対に許さない。そししてて一致団結して 侵略国に経済制裁を課し、そして非侵略国を支援することで、えー、侵略をやめさせること、そしてこのような事例が将来も起こらないようにすること、これが何よりも大事でありますし、これそのものが日本の将来の安全保障に直結すると考えております。日本は中国やロシアなど、力による現状変更をいとわない専制主義国家に隣接しております。何をすれば、専制主義国家の狂気を抑止できるか。 日本の安全保障はきれい事ではなく、前例踏襲でもなく、そして真に国家国民を守れるものでなければいけない、あらゆる側面からの日本の安全保障体制を根本から再構築する必要があると考えております。私も一国会議員として、しっかりとこの使命を果たしていきたいと思っております。さて、本日は経済安全保障の法案審査ということで、気を入れいただきまして、改めて感謝を申し上げます。 日本の経済活動と国民生活が安定継続できるように、第三国によってこれが阻害されないように、サプライチェーンを万全の体制にしなければなりません。第三国は経済活動を通じて、日本の社会、生活インフラに脅威を与えることがないよう、万全の備えをしなければなりません。日本の発展と日本人の幸せと豊かさを実現するために創出された先端技術、またいろんなデータ、 こういったものが流出して、他国の利益に置き換えられることがあっても、決してあってはなりません。まさに本法案は、極めて重要な法案であり、日本の将来を占う大事なものであると思いまして、この法案をこのタイミングで提出していただきました政府に、これから敬意を表したいと思いますし、120%応援をさせていただきたいと思っております。最初の質問でございますすにに経済制裁を課すためにはあらゆる備えが必要だと 今回のののロシアのウクライナへの侵略でで痛感させられた次第でございますしかしその一方で、日本はロシアに天然ガスや小麦等々で依存をしているわけでございます。第三国への依存がまあ必要以上に高いと、外交上妥協を迫られたり、また思うように毅然と対処できなかったりするリスクがございます。自由貿易一辺倒、融和政策一辺倒では、もはや国益は守れません。中国 ロシアなどの先制主義国家に囲まれた日本にとって、戦略的自立性、戦略的自立性が極めて重要であります。日本の戦略的自立性の確立に向けた覚悟と、それから特に注力するべき分野、項目について具体的、具体例を持って大臣にお示しいただきたいと思います。よろししししくお願いまますす小林大臣お答え申し上げますあの近年経済がグローバル化をして 社会のデジタル化が DX が進んでいくと、そしてそれに伴って産業構造も変化していく、こうしたことを背景に、今、委員から言及いただいたサプライチェーンをどう強靭化していくのか、また基幹インフラ事業の,その安全性や信頼性をどう確保していくのか、このことを通じて、我が国の経済構造の自立性を向上させて、国民の皆様の生活と、 社会経済活動をしっかりと維持、向上をさせていくことが、我が国の国益の観点から極めて重要だと考えています。この経済構造の自立性の向上の観点からは、まずは我が国の基幹産業が抱えている弱み。 そして強みをしっかりと把握するところから始まるんだと思ってまして、これを普段に点検、見直しをしていく、さまざまなリスクシナリオというものを考え抜いた上で、それを洗い出していく。私自身も今、経済安保の担当大臣として、先頭に立って、この政府横断的な取り組み、体制づくりというものを議論をしているところでございます。具体例ということで、個別分野では、例えばサプライチェーンの分野でございますけれども、 世界各国で重要な物資の多国依存に伴う供給リスクの高まりが顕在化しているとで、実際に過去には自動車部品などの一部の物資については、国民生活や経済活動を脅かす事態に発展した事例もありました。この法案は、そうした事態を未然に防ぐために、防いでその国民の生存や国民生活を損なうことがないように、平時から我が国の、我が国にとって重要な物資の、 安定供給をはくるを図るための枠組みを整備しようとするものであります。またあの機関インフラの分野につきましても、2015年にウクライナにおきまして、変電所に対するサイバー攻撃があって。 大規模かつ長期にわたる停電が発生した事案がございましたこうした事案をはじめとして世界各国においてサイバー攻撃の対象となる事案が増加していますまた機関インフラ事業者が利用している ict 機器が高度化していますそれに伴ってサプライチェーンの過程でその設備に不正な機能が埋め込まれる可能性が高まってきていますそうした意味でリスクが高まっていると捉えていますこの法案におきましては機関インフラ事業者によるエ駅ムの安定的な提供が妨害されることを未然に防止するために設備の導入などを行う前にです、ね、政府が 事前にリスクをを審査するる制度を設けることとしております、まあ、こうした取り組みを通じて、えー、我が国の自立性の向上、えー、優位性、不可欠性の獲得、こ,のこうした取り組みを通じて、えー、経済安全保障の抜本的な強化を図っていきたいと考えています長田君、はい、小林大臣、ありがとうございました。 まさにあの我が国の弱みをしっかりと直視する、リスクを直視する、そしてまあ場合によっては、一時的にその関係が悪化したとしても、やはりそのサプライチェーンというのをきっちりと変えていくことによって、日本の国益を守るということはもう極めて重要だと思います。ぜひ、果敢なですねあの政策を進めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。さて、昨日、本日とですねあの関東、そして東北の方で電力が逼迫をしております。 一部の火力発電所が停止しているというようなことが背景であります。それに先立ちまして、原油価格が高騰しております。そして、ロシアから輸入しております天然ガス、これも今後どうなるか、不透明な状況がございます。そして、さらには政府としてもですね、カーボンニュートラル、これを推進している状況下、原子力発電所の存在というのはですね、生で以上にハイライトされていると考えております。で、この原子力発電所でございますけれども、当然、 安全性の確認これが何よりも大事でございますこれを抜きにして再稼働することはありえないというふうに私も考えておりますしかしその一方で今のその安全性確認のプロセスこれがこのままでいいのか今と同じ時間軸でいいのかこのところはいささか疑問を感じる次第でございます欧米の原子力規制委員会これは何か懸案事項がある場合課題がある場合原子力発電所を動かしたまま そのの確認作業を進めるのが一般的でございますまた、規制委員会と発電事業者の対話でございますけれども、これは自由閣達に、どのような時でも、オフィシャルな場でもアンオフィシャルな場でもしっかりと対話ができている、その一方で、日本では決められた時間に、決められたタイミングで一定時間しか話ができない、それ以上はもう話が打ち切られる、そういうかなりしゃ定義な状況が続いております。今エネルギーが逼迫しつつあり そして原料があの高騰している状況か、この原子力政策でもっていいのか、規制委員会のあり方、このままでいいのかということについて、政府の答弁を求めたいいと思います細田経済産業副大臣。ありがとうございます。まず、先生からもご指摘ございました、<laughs> 昨日、東京電力および東北電力の管内において、 電力需給が危機的な状況にありました。これは皆様方お一人お一人の節電へのご協力によって、なんとか最悪の状況を回避することができました。改めまして、皆様方のご協力に対して心から御礼を申し上げます。その上で、エネルギーの安定供給は国民生活、日本経済にとって欠かすことのできない基盤でございまして、経済産業省といたしましては、 日付エネルギーのの安定供給の確保に向けてて全力を持って取り組む所存でございます今お話がございました、原子力発電所の安全審査でございますけれども、これは独立した規制委員会によって、責任を持って行われるべきものというふうに考えておりますけれども、私ども経済産業省といたしましても、再稼働が円滑に進むように、産業界に対し、 事業者間の連携による安全審査への的確な対応を働きかけるとともに、国も前面に立って立地自治体など関係者のご理解とご協力が得られるように粘り強く取り組んでまいる所存でございます。ぜひこの点についてご理解をいただけいただくようよろしくお願いいたします。委員<上>和田君はいご答弁ありがとうございました。あのスピード感これが何よりも重要だと思っております。 あの今の,あの日本のエネルギー関係のですね環境というのは大きく変化をしており、またあの厳しい方向に変化をしております。国民に協力を求めること、これも大事でございますけれども、根本的な課題を解決する、これこそがやはり政府がやらなければいけないことだと思っておりますので、このスピード感を持つというこの一点に関しまして、ぜひともお力をいただきたいと思っております。 日本の安全保障をより確固たるものにするためにです、ね、第三国から必要不可欠とされる戦略的不可欠性、戦略的不可欠性が挙げられます。政府は何をもってです、ね、日本の戦略的不可欠性を確立しようとお考えか、どのように取り組んでいくお考えか、とりわけ、今回、セキュリティクリアランスの法制化がです、ね、あの法案に含まれておりませんけれども、今後の導入に関するです、ね、お考えについて、小林大臣の方からお聞かせいただければと思います。小林大臣 近年、科学技術、そしてイノベーションが激化する国家間の覇権争いの中核を占めている中で、先端的な重要技術の研究開発、そしてその成果の活用というのは、中長期的に我が国が国際社会で確固たる地位を確保するとともに、国際社会のにおける不可欠性を獲得するために、非常に重要だと考えております。 したがって、我が国におきましても、諸外国と誤する形で、研究開発を進めるための整備をし制度を整備しなければならないと、で近年、重要性が増している宇宙、海洋、あるいは量子、人工知能、こうした分野における先端的な技術の研究開発を推進していく考えでございまして、 まあ今回、この法案の中にも一つの柱立てとして、それをあの入れているところでございます。でまた、ご指摘のいわゆるセキュリティクリアランスにつきましては、各国との共同研究などを民間部門を含めて進めていく上で、我が国でもクリアランスを取得できないかという声があることは承知をしております。ただ、このクリアランス制度というのは、 個人の情報に対する調査を含むものでございまして、こうし制度に対する国民の理解の醸成の度合い、そして海外において実際にクリアランスの取得を要請される具体的な事例の検証などを踏まえた上えで、今後の検討課題の一つになりうるものと認識しています和田君。はい ご答弁あぜひともです、ねまあ、この次のステージとして、あのセキュリティクリアランスの検討、そして法制化も進めていただきたいと思います。そして何よりもこの戦略的不可欠性のところでございますけれども、日本がやはり他国から必要とされる、他国の核心的利益になる、そうすることで日本を、日本の安全を担保する、そういったことの観点からもです、ね、極めて重要でありますので、引き続きよろしくお願いしたいと思います。え続きまして、えー、6月に、昨年6月にです、ねまあ、成立しました重要土地等調査法案。 でございますけれども、防衛関係施設や重要インフラ周辺、概ね1000メートルの範囲や国境離島が対象となった経済安保法案でございます。私もこの法案の可決に際しましては担当政務官として採用しておりました。で、この法案でございますけれども、あのまあ巧妙にですね、この法案を回避して土地が取得されている事例がございます。例えばですね、ある民間企業が国 国境離島を所有しているところですね、まあ、この企業の一事業部門が中国系企業に買収されました。でその民間企業全体が買収されればです、ね、まあ、この国境離島の所有権、これも中国系企業に移転するというようなことになりうるわけでございます。まだそうはなってはおりませんけれども、まあ、そういう懸念があるという一事例でございます。またもう一つ これ、北海道の上ム町というところですけれども、北海道の水資源保全条例を回避する形で,です、ね、9万平米の山林が買われております、これは水源地でございます。またさらには宮崎県南部では、中国系企業による700万平米、東京ドーム150個分というです、ね、膨大な土地ですけれども、この山林がです、ね、買収されている。しかし、この買収されているという事実がですね、あの 国によって把握されていない、林野庁によるです、ね、外国資本による森林買収に関する調査の結果に反映されていないということがございます。重要土地等調査法案は大きな前進であり、敬意を表しますが、土地を買う者も,も抜け道をついてきている、これが現状でございまして、あの年々巧妙になってきております。今後、どのようにして国益に直結する土地を守っていくのかというところについて、政府の答弁を求めたいと思います内閣官房、河辺重要土地等調査法施行事務室次長。 お答え申し上げます、昨年6月に設立成立した重要土地調査法は、防衛関係施設等の安全保障上、重要な施設の周辺や国境離島などについて、その土地等の利用状況を調査し、それらの機能を阻害する行為が認められた場合に規制を行うものです。まずは、本法に基づき、指定区域内の土地等の所有、利用状況の実態把握を着実に進めてまいりたいと考えております和田君。 状況を把握していただいた上でです、ね、ぜひともあの果敢なその追加措置、あの新たなです、ねまあ、その法案にいろんな対応を加えるというような形で,です、ね、この重要土地と調査法案、これを進化させていただきたい、そして危険をです、ね、未然に防いでいただきたいというふうに思う次第でございます。次の質問に移ります。今回の重要、失礼しました、経済安保法案の法案趣旨のところにです、ね、安全保障を確保するためには、 経済活動に関して行われる国家および国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑みという一文がございます。この経済活動に関して行われる国家および国民の安全を害する行為が具体的にどういうことを指しているのか、この点について大臣にお尋ねしたいと思います。よろしししくお願いします小林大臣委員御指摘のの経済活動に関して行われる国家及び国家び民の安全を

こうした流出が懸念される事案がございましたでこうしたたこう事案に対しては、外為法に基づく取り組みを強化するなどいたしまして、もう既,に既存のこの法制度の枠組みで、私が大臣に就任して以降もさまざまな取り組みを行っているところでございますで。今回の法案で新たに安全性信頼性確保のための制度を整備する基幹インフラに関しましては、事案としては先ほど、答弁の中で触れさせていただいた2015年のウクライナの。 この事案、また例えば欧米を中心とする物流企業が、サイバー攻撃の被害に遭って、大手海運企業に甚大な被害が生じた事案、こうした事案が発生しております。国家の関与が疑われるものも含めて、基幹インフラの益務の提供に対するサイバー攻撃の脅威が増大してきているところでございまして、そういう背景の下で、今回、この法案の中で、1項を立てて、 一つパートを立てて、柱を立ててですね対応させていただいているところであります和田君はいありがとうございました、まああの。サイバー攻撃は守るのは極めて困難というようなことでありますので、ですね、まあ、今後、アクティブディフェンスも含めて、やっぱり考えていかなければいけないのかなということと、やはりそのサイバー人材の育成、これ、日本は圧倒的に不足をしているというふうなことでありますので、ですね、まあ、この点も今後の重要な課題になってくるんだと思います。 あの技術、データの流出に関して、チェック項目として、ちょっと何点か申し述べさせていただきたいと思います。どういったところでその技術やデータが流出しやすいか、これまでの事例を踏まえたところなんですけれども、まあ、あの投資や買収合併を通じたです、ね、影響力行使、企業を買収することによってです、ね、第三者がその思い通りにその企業を動かし、そしてまああの必要な情報を持っていってしまう、そういったことが事例として挙げられております。 また、その技術開発に携わるですね人材その人をですねリクルートしたり、引き抜きをしたりして、技術を獲得する、こういった事例もございます。また、学校、大学、大学院等々でのですね共同研究、または事業を通じた技術、データの取得、またはその大学等々の研究機関に、経歴を偽装して入ってきて、そして情報を持っていく。 またはまあサイバー攻撃で情報を摂取する、まあ、そういったことも挙げられております。また、軍事転用されかねないですね、えー、製品等の流出についての注意点というようなことでありますけれども、まあ、同一製品についてです、ね、まあ、同時期に複数の引き合いが来る、しかし実はそのものの行き先というのはまあ一緒であったというような事例があります。また、用途と製品のスペックが不釣り合い等々のケースがあります。また、受注先と支払い元がです、ね、不一致といったこともあります。 まあこういったことのですね啓発、こういったことをしっかりとまああの経済界の方にも、政府としてもぜひともしていただき、そして日本の国民を豊かにするべきであるこの技術、そしてデータ、こういったものが海外の利益に置き換えられることのないよう、引き続きこの法案の成立に向けてご尽力いただきたいと思います。質問の機会どううもありがとうございました 次に国重徹君、はい。